各井カツヒコは、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元調教師である。一般財団法人ホースコミュニティ代表理事。石川県金沢市出身。実家は、競馬とは無縁の家庭であった。石川県立金沢桜川丘高等学校、卒業後、大学受験の失敗などもあり、グランド牧場に就職する。 グランド牧場で3年ほど働いた後に、競馬場の馬たちの実際に触れてみたいとする気持ちが強くなる。その後、JRA 競馬学校を経て、立東トレーニングセンターの中尾健太郎級者及び松田国夫級者で調教助手を務め、2000年に調教師免許を取得した。級者開業は2001年である。重症競争初勝利は2002年の 東京スポーツハイにサイステークスのブルーイレブン。その後、デルタブルース、金引きり、ウオッカ、ビクトワールピサなどの GI 場を管理するとともに、2005年から2014年にかけて、最多賞金獲得調教師賞もしくは、最多勝利調教師賞を幾度も獲得している。2018年7月6日、道路交通法違反の現行犯で、 滋賀県草津警察署により逮捕され、JRA は各協同日付で、裁定委員会の議定があるまで、暫定的に調教停止処分とした。11月7日、JRA は第2回裁定委員会を行い、日本中央競馬会競馬施行規定第147条に、ある、競馬の構成確保について、業務上の注意義務を負うものとして、 ふさわしくない飛行のあった者に該当するとして、逮捕された2018年7月6日から2019年1月6日までの半年間の調教停止処分とした。なお、各居の全管理場78頭はこの期間中は、中竹和也旧社に臨時貸し付けの形で、同級社へ手まやした。また、調教停止が解かれたと同時に、当初は、 同級者に所属予定であった元騎手の林光明を調教助手として迎え入れている。家庭内の事情により、家業をおじつぼより継ぐことを目的として、2021年2月をもって調教師を優待し、旧社を解散。優待直前に受けたインタビューでは、一番強かった馬は、ウォッカ一番速かった馬は、ハットトリック一番頭を抱えた馬は、 ブルーイレブン一番好きな馬はシーザリオと答えている。各居は引退した競争馬の処遇を考える中で障害者を対象とした乗馬の普及支援団体レーンズの設立と活動に協力。また一般財団法人ホースコミュニティを設立し代表理事を務め2011年より開催されている関連イベント サンクスホースデーズの実行を副委員長を務める。こちらの幹事の方は調教師引退後も継続する方針である。調教師引退後の2021年5月からは、石川県珠洲市で寄席を送る、引退バドリームシグナルと地元の児童らとともに、海水浴場として人気の高い八毛崎海岸の清掃活動を行っている。ありがとうございます。